皆さんこんにちは、 DJ ケメでございます。ようこそケメチャンネルへ。さて今日の動画は新ジャンルケメのコーヒーです。ここでは今人気のコーヒー豆焙煎機アイリオパレットを使ったコーヒーロースティングと、そのコーヒーをカプタで飲みに行くコーヒーツーリングの動画となります。それでは新しい相棒バレジローを紹介します。小柄でおしゃれなのに1キロの焙煎ができるんだ。得意技は何かな。パソコンからも操作できるよね。自慢はあるかい？さて今日は何のコーヒー豆を焙煎するのかな。Well done.
ちょっと焼きムラがあるかな。コーヒー豆は 25g、 挽き目は100クリック。お湯は 400ml、 温度は93度。1分半経ったらちょっとかき混ぜます。トータルで3分です。それでは飲んでみます。マンデリンなので苦味とコクがもう少しあるかなと思いましたが、飲みやすくすっきりしてますね。酸味はそんなに強くないです。もう少し苦味が強くてもいいかなと思います。そして甘みがちょっと欲しいですね。まあ正味2回目の焙煎にしてはなかなか良かったと思います。次回はもう少し甘み、苦みが出せるように頑張ってみたいと思います。この豆を持って、かぶたでコーヒーツーリングにも出かけてみます。